日本大阪府大阪市北区天神橋天神橋天神橋は大阪府大阪市の大川に架けられた橋。また同市北区の町名。現行行政地名は天神橋一丁目から天神橋八丁目。天神橋は大川に架かる天神橋筋の橋で大阪市北区天神橋一丁目と大阪市中央区北浜東を結ぶ。中野島の拡張により実質的には 城島川と土佐堀川の二つの川を渡る。車道は前線南行き一方通行となる。1594年の河橋とされ、当初は大阪天満宮が管理していたが、1634年に他の使用橋と共に幕府が管理する抗議橋となった。南馬橋、天馬橋と共に何は三大橋と称され、真ん中に位置する。 何は三大橋の中で全長が最も長い。また、1832年の天神祭りにおいて、橋上からじりが大川へ転落して歴史者13名を出す事故があり、天神橋長いな、落ちたら怖いなとわらべ歌に歌われた。明治初期までは目標だったが、1885年の淀川大洪水により流出。1888年に、 ドイツ製の部材を主に用い構成のトラス橋として掛け替えられた。戦術のわらべ歌からもわかるように天神橋の下に陸地はなかったが、1915年の淀川停水工事で出た土砂で中野島公園を上流側へ拡張する埋め立て工事が行われ、大正中期以降に中野島をまたぐようになった。1934年には、 松山地筋の拡幅に合わせて、ほぼ現在の形である全長219.7メートルの三連アーチ橋となった。鉄橋の共鳴職版は、現在天神橋北詰めに保存されている。天神橋南詰めには、天神橋交差点があり、ここより北を天神橋筋、南を松山地筋という。大阪シティバスの天神橋停留所もここにある。南は、 天神橋北詰めから北は長ら橋南詰めまで天神橋筋に沿った南北約 3km の細長い町で日本一長い商店街として知られる天神橋筋商店街がある南から北へ12丁目から8丁目までありターミナルとして発展した6丁目は特に天六と通称されるなお天六と同様の通称を他の丁目も商店街などが使用しているが あまり浸透していない。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。帰宅内のすべての私立中学校と大阪市内の小中一貫校が対象で学校選択が可能。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市北区の町邸、朝一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、天神橋の郵便番号。 日本郵便。2019年8月15日閲覧。AB。天神橋の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、アザトウ。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。北区内の通学区域一覧。大阪市。2019年10月4日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。 郵便番号も2018年度版。日本郵便。2019年6月14日閲覧。ありがとうございます。